社はおととい行われました、はい、ある世界大会の話題からです。それがこちら、なんと第1回ムーンウォークの世界大会が開催されました。第1回なんだね。これ第1回ね。出たんでしょ。出てません。決してムーンウォーク得意ではないですからね。やってましたね。やってました番組で、あんなにシーンとしたのは久しぶりでしたけどねなんとムーンウォークの世界大会が開催されたんですが、はい、今回そのムーンウォークの世界大会の様子を取材してきました、うん。キングオブポップマイケル・ジャクソンの代名詞といえばこのムーンウォーク。そんなムーンウォークの世界大会がおととい神奈川県相模原市で行われました。今回の大会には50組88人がエントリー。下は3歳から上は78歳まで。こちらのユニはい、ブレックです。そう、海外からの参加者も。大会のルールは至ってシンプル。ビリー・ジーンに乗せて1分間ムーンウォークを披露すること。一体どんな強者が集まっているのか。どうですか、ちょっとこれで1分どうですか。まあ参加者のレベル第1回ということで様々だということなんですが、こちらの参加者はね、服装からダンスまでマイケルを完全コピーしています。ね、みんなマイケルになりきってムーンウォークを披露していました。さあ果たして世界一の称号は誰の手に。まずは面白部門最優秀賞はこの方。ビートたけしさんのモノマネでムーンウォーク、会場を沸かせました。そしてガチ部門最優秀賞はなんと12歳の桜庭宇多也くん。見てください、このムーンウォーク、まるでマイケルが乗り移ったようです。おめでとうございます。ありがとうございます。マイケルの死をきっかけに興味を持ち、9歳からダンスを始めた桜庭君。将来の夢はマイケルのような世界的ダンサーになるということだそうです。桜庭君、足が長くてなんかこうビジュアルも似てますよね。これがムーンウォークですよね。そうですよ、そうです。違う、あれは違いました、やっぱり私だねさあでも皆さん、そもそもじゃあなんでこのムーンウォークの世界大会が日本で、しかも神奈川県の相模原市で行われたのかですけれども ね、実はこちら相模原市には JAXA というものがありまして、おととし小惑星探査機はやぶさの帰還が話題となりましたが、その舞台になった施設があるんです。え、それとマイケル・ジャクソンの動画何が。まあムーンウォークっていうのはね、月面を歩くようなダンスですからね。あの月面を歩くようなダンスと宇宙をかけて、はい、つい体がなんかやりたそうだけどでもこの世界大会なんと毎年行われるということで、継続するんですね、はい、これは来年行ってもらわないと。